皆さんの大好きな国から昨年逃げ出した外国人投資企業の数が前年比の3倍増えたんですって。しかも173社も。こんにちは、マッサンチャンネルのカンナです。動画をご覧いただきありがとうございます。皆さんが大好きな国ってあの国しかないんですけど、逃げ出した173社のうち45社が日本企業で一番多かったそうです。8月12日付の中央日報日本語版を引用しますと、韓国から撤収した外国人投資企業、昨年3倍増、日本企業が最多。昨年韓国から撤収した外国人投資企業は173社であることが分かった。前年比で3倍近く増えた。国会立法調査どころが10日に出した報告書、国政監査一周分析産業通商資源中小ベンチャー企業委員会によると、韓国から撤収した外国人投資企業は2016年68社、2017年80社、2018年68社、2019年173社。立法調査どころが引用した産業研究院のイム・ウンジョン研究員の報告書、外国人投資企業の撤収決定要因と示唆点によると、撤収企業のうち日本企業が45社で最も多かった。イム・ウンジョン研究員は、日本企業の退去撤収は昨年の韓日関係悪化も影響を及ぼしたようだと述べた。日本に次いで米国、香港、ケイマン諸島、オランダ、バージン諸島、中国、シンガポール、ドイツの順に多かった。産業別には、製造業 46.2%、 卸小売業 13.3%、 出版・放送通信・情報サービス業 8.1%、 専門・科学・技術サービス業 7.5% など。製造業では機械・装備 21.3%、 電子部品 20%、 自動車・トレーラー 10%、一次金属 8.8% などの分野で撤収が多かった。立法調査どころは、外国人投資企業の国内撤収は関連の勤労者、企業、地域に衝撃を与えるため、撤収決定要因などに関する研究とこれに基づく政策的対応が必要だと指摘したとのことですが、撤収決定要因ってもう分かってるでしょう。ノージャパンを国是としている国にいる理由なんかないでしょう。今がそろそろ潮時ですね。今年は元徴用工判決で差し押さえられてた日本企業の資産の現金化もあるし、新型コロナの影響で業績も下がってるしで、逃げ出す企業はもっと増えるでしょう。それでもまだ反日を続けるんでしょうかね。いかがでしたか？コメントとグッド評価、チャンネル登録をしていただけると大変励みになります。マッサンチャンネルのカンナでした。皆さんはどのように思われるでしょうか。どんどんコメントしてください。動画への評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。チャンネル登録をしていただければ大変励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。